はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでダダンダンさん、ダダンダンさん、はい、オプティックを一つですね、オプティックのホビーです。こちらね、開封して、で本日発送します。明日には到着するかなと思われますので、よろしくお願いします。よいしょ。はい、じゃあ開けていきます。よいしょ。ワンパック4枚入りですね。あ、おまさん、はい、ルーキーとインサートで光物シリアルと分けておきます。シリアル以上は、ローダーで吹きますので、ね、到着したらご確認ください。ホロのブロード。セルツだ。うん。セルツ、強いですね。よいしょ。うん。大体組んで、これは、ピンクベロシティだ。はい、行きます。あ、背景あるか。ディロン・ブルックスですね。79だね。はい。グリズリーズ。うん。インサートかな？インサートのホロだ。レブロン・ジェームス。はい。ホロのライツアーツですね。プリズムになってます。こうね。シックな感じでかっこいいですね。グリフィンとジャイオン。ホロかな。あ、ルーキーだった。はい、ジョニー・デイビスさん。ウィザーズ。まあ箱1ですね、だいたいね。まだ2枚出たのは見たことないですね。たまに数年前のオプティックのホビーはあったんですけどね、2枚入ってたりとか。ウィリアムス・ジュニア、オレンジ。ジョン・コリーですね。199。シリアルもね、あ、ひっくり返ってる。これはな、ドミネーターね、誰だろう。落合さん。はい。ジャズ。だよね。99シリーですね。ドミネーターの歌ですね。ジャズもミッチェル出て、ね、まあ、誰がポイントの子、ね、システム的に主導権を。多くシステムに取り入れてもらえるか。ここを今年、来年あたりで頑張れば。ね。ハーディですね。デュラント。ホロ。クズマですね。こちらもウィザーズだ。安定してますね。クズマね、はい、インサートヒゲ、うん、ギガンマレーですね。人気が彼すごいですね。結構期待されてる方もね、多いですよね。まあ、ちょっとおひげラッシュが来ちゃうと、連チャンしちゃうんで。おひげ2枚来ちゃいました。うん、ザルキだ。あ、春もある。はい、ね。これもなんかインサートの一種になっちゃってますよね、今年ね。必ず箱1って管理じゃない。ライトグリーンかな。そうちゃん、いました。ヒーロー。149。
これでシリアル3出てるのか、あともう1枚かな、もう1、2枚、まあ、だいたい4が多いようですけどね。ゲイリー・ハリス、あ、もう1枚ありました。ライトグリーンから、あ、バンケロ来ました、よかった。はい、でシリアルはモーディですね。モーディ、うん、いや、なかなかねえ、シリアル4枚ぐらいしか出ないので。プリズムみたいにね、ホロもね、ランダムであれば、まあランダムで1枚も出ないときついもんな、ホロの方もな。TJ 俺、完全ランダムとどっちの方がいいですかね。1枚もルーキーかかんない場合があるのと、まあオプティックの場合はね、はい、箱1でルーキーのホロがちゃんとほぼ出てくるので。うん、光ってます。はい、勉強ですね。いや、彼の比重が来年は高くなるんですよね。契約がどうだったのかな。彼も3年目ぐらいですもんね。再契約する、まあ残るか契約更新しないとね、球団としてはね。いい選手ですからね。やっぱ性格ですよね。うん、なかなかこう難しいとかあります。あ、シリアルもう一個あった。赤、あ、ルキーじゃないか。あ、でもギディですね。はい、これが99です。シリアル5枚かな。はい、開け終わりました。ちょっとルーキーがホロ以外で絡まなかったので、1枚ぐらい絡んでくれるといいんですけどね。なかなかそれは4分の1か、4分の1ぐらいなのかな、ルーキー率、シリアルに関しては。だいたい200人セットぐらいですよね、いつもね。ジョニー君に期待するしかないな。センタリングめっちゃいいんですよね。で、ピンクベロシティが出て、シリアル5ですね。はい、それとサイン、ルーキーホローとなってます。いや、5枚出てちょっと1枚ぐらいルーキーはって思うんですけど、ほんとランダムですかね、こっちはね。はい、ということでこうなりました。じゃあ、本日ね、発送しますので、お受け取りよろしくお願いします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。